1947年時点のソビエト軍占領地域と東ベルリンこの項目では連合軍軍政機のドイツ東部を占領したソビエト連邦が設置し1952年までドイツ民主共和国の地方行政区画として機能していた州について説明する第二次世界大戦で敗北したドイツ国は連合国の軍政下に置かれベルリン宣言によって 既存のドイツ中央政府及び地方政府の権限は停止された。これを受けて、ドイツ東部を占領したソビエト連邦軍によって、設置された在独ソ連軍政府は1945年7月、連合国軍の分割占領下にあったベルリンを除く、各地区に独自の地方政府を置き、1949年のドイツ民主共和国成立によって、 連邦制を採用した東ドイツの州となった。しかし、東ドイツを実質的に支配していたドイツ社会主義統一党は中央集権的な単一国家の建設を施行していたため、1952年7月25日にドイツ民主共和国憲法が改正されて州は解体され、14の県と東ベルリンとに再編された。州の解体によって、 各州の衆議会は県議会に東ベルリンの行政機能を行使していたベルリン市参事会は東ベルリン市参事会へと改組されたほか、1958年には連邦制の名残だった共和国参議院までもが廃止され、1968年と1974年に行われた憲法改正を経て、1989年の ベルリンの壁崩壊まで、連邦制はドイツ民主共和国において徹底的に排除された。1990年3月に、同国発の自由選挙が実施されて、ドイツ再統一を主張する保守連合を、ドイツ連合が勝利すると、1990年7月23日に、県を統合した上で協会を調整して新たに後、州が設置された。 人民議会は8月23日に新連邦州が西ドイツ基本法第23条に基づいて10月3日にドイツ連邦共和国に加盟すると決議したことでドイツ再統一が達成され新連邦州は再統一されたドイツ連邦共和国を構成する連邦州となったソビエト占領地域に存在したドイツ国の州バイマル共和制における ドイツ国の州1945年7月9日、在独ソ連軍政府は、チューリンゲン州、メクレンブルク州、ザクセン州と、プロイセン自由州内にあったザクセン県と、ブランデンブルク県に、独自の地方政府を設置した。このうち、ザクセン県とマルク・ブランデンブルク県は1947年2月25日の、連合国管理委員会法第46号による、 プロイセン自由州の解体や、ソビエト占領地域に存在したアンハルト自由州や、ブラウンシュバイク自由州の一部地域などとの統合によって、ザクセンアンハルト州とブランデンブルク州に昇格した。一方、連合国軍の分割占領下にあった東ベルリンは、国際法上、ソビエト占領地域の一部とみなされていたため、5つの州のいずれにも属さない独立した地域とされた。 1952年まで存在したのは次の5つの州である。地方政府の発足に合わせて、諮問会議と呼ばれる予備議会が任命され、州議会選挙後の最初の州議会の会議までソビエト軍政府から任命された政権を監督した。ドイツ社会主義統一党以外の政党がかなりの不利益を被ったにもかかわらず、 この合理的な自由選挙で望ましい絶対多数を達成できなかった後、ザクセンアンハルトでは、キリスト教民主同盟とドイツ自由民主党を加えた政府さえ形成された。後に選挙制度はドイツ社会主義統一党が有利になるように変更され、すべての政党が合同して、選挙連合、国民戦線を結成した上で行い、候補者リストもあらかじめ体制側が決めた。 議席配分に基づくものに置き換えられた。そのため、選挙はドイツ社会主義統一党率いる、抑産体制への信任投票に過ぎず、ドイツ社会主義統一党の指導的地位への法的根拠を保障するものとされた。1947年から1952年の宗教1990年以降の宗教を1946年12月から1947年2月に、 かけて各州は独自の憲法を制定した。このうちメクレンブルクイコールフォアポンメルン州では戦後のドイツとポーランド人民共和国との国境として設定されたオーデルナイセ戦よりも東側の旧ドイツ領を話題にすることはソ連占領地域において絶対的なタブーとみなされるようになった。このためオーデルナイセ戦よりも東まで広がる ポンメルンという地域名称は忌避され、1947年に州の名称が元のメクレンブルク州に戻されることになった。共和国参議院1949年にドイツ民主共和国は西ドイツと同じ連邦制の国家として成立したものの各州の自治権は西ドイツに加盟した連邦州のそれよりも大幅に制限され、ほとんどの権限を中央政府に移上した。 ドイツ民主共和国憲法の規定に基づき、各州は中央政府の管轄に属さない分野において独自の法律を制定することができた。また、各州から選出された代表者による共和国産議員には人民議会が制定した法律に対して拒否権を行使する権利を持っていたが、拒否権を行使したとしても人民議会によって却下されるのが常だった。 1950年10月15日に行われた衆議会選挙では各州で国民選戦線が100%に近い得票率を獲得した。1952年7月23日、国家機構の民主化に関する法律が成立し、5つの州は廃止されて14の県に再編されることになった。州が廃止された後も共和国参議院は名脈を保ってはいたが、 1958年12月に共和国参議院廃止法が成立したことで消滅した。また、1968年と1974年に行われた憲法改正を経て、1989年のベルリンの壁崩壊まで、連邦制はドイツ民主共和国において徹底的に排除され、民主集中制による中央集権国家となっていた。 1990年3月に東ドイツでは最初で最後となる自由選挙が実施されてドイツ再統一を主張する保守連合をドイツ連合が勝利すると1990年7月22日に集再設置法が成立したこの法律に基づいてそれまでの14件を統合して協会を再調整し1952年に 廃止された5州を新連邦州として復活することになった。この時、かつてのメクレンブルク州に相当する区域の名称が1945年から1947年まで使われていたメクレンブルクイコールフォアポンメルン州となったほか、境界再調整の過程で住民投票が行われ、帰属先を決めた地域もあった。その後、 人民議会は8月23日に新連邦州が西ドイツ基本法第23条に基づいて10月3日にドイツ連邦共和国に加盟することを決議。10月3日をもってドイツ再統一が達成され、新連邦州は再統一されたドイツ連邦共和国を構成する連邦州となった。ありがとうございます。